12月24日です。はい、メリークリスマスということで、クリスマスイブですね。めちゃくちゃ寒いです。はい、で、今日はですね、またライブがありまして、今日こそ七重さんの企画ですね。銀座のね、ちょっとお店の名前が私把握してないんですけれども、あ、書いてある。4階のレッセンティエル。ちょっと、フランス語っぽい、レサシエルという、はい、
銀座のバーですね。もうここがね、狭いのよ。バンドでやるには。なんか、ギターデュオの形式だったら、まあ、やれるかなっていう感じなんだよね。ちょっとテーブルずらして。でも、完全にフルバンドなんですよね。ドラムセットが入って、ベースを置いて、で、さらにキーボードも置くっていうので、どうやってセッティングしようかな。それが一番不安。で、ベースの方は今回初めましてなので、ね、環境がさ、ベースアンプもバードレスのね、マミさんからですね、お借りしているん で、それもちっちゃいやつなのよね。まあいいんだけど、ちっちゃくてそれは、大きいと音量出ちゃうからさ。でもね、普通のライブでドラムの、なんつうの、横でやれるようなアンプではないし、そういうとこはやりづらいと思うんだよね、普通の、なんていうの、ベースの人からしたら、ね。いろいろ心配。はい、書き出しまーす。順調っちゃ順調だな。今日もね、曲練してから出発したいんですよ。昨日が、7弦使ったんですけど、今日はバンドなんで、普通に、セミアコを持っていくんですよね。で、同じ曲も被ってはいるんだけど、全然アプローチが違うからさ。言うてもベースとドラムが今日はいてくれるんで、かなり、安心。あともう一個、生徒さんの動画も書き出します。これがね、スピッツの、なんて曲だっけな。今回上手にできてさ、一発 OK だったんですよね。魔法の言葉。はい。はい。ご飯にしまーす。キムチの素が欲しいな。味変でもキムチ鍋にしちゃいたい。キムチはさ、キムチの素じゃないとできないよね、これどうだろう、ラーパーってちょこっと溶いてみて。いただきます。うんうんうん、うまい。キムチ鍋ではないが、なんかピリ辛のいい感じになった。入れちゃえ。今日が終わればね、やることリストはいっぱいあるけども、ちょっと落ち着く。なんか大きなイベントみたいな感じは今日は最後なんで。はい、それでは曲練やっていきたいと思います。はこっちですね、27曲ということで。お、アンプがない。そうか、置いてきちゃったんだ。じゃあいいや、アコギでやろう。はい、それでは出発です。到着。いや、今日は寒い。で、やっぱ銀座だね。お買い物してるっていう感じです。皆さん。クリスマスイブだもんね。こんにちは。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日どうしましょうね。セッティングの場所。どっちの方がやりやすいですか。
あ、もうどこでも最終的には何らかの形で PA を、あ、なるほど、高校になるかわかんないですけど、直哉さんとベースの方とギターと七重さんがギター持って、あ、で、ナディアも入るっていう曲があって、さらにキーボードも入るっていう、はい、そうなるとなんか、フジーがこれ、昨夜夜中にこれ全部搬入してくれたらしいですけど、夜中3時とかって言ってましたっけ。そうですね、ええ、いや、1人でそうそうそう、朝トイレ食べてもらって。はじめまして、ギターの黒田です。よろしくお願いします。それ繋いでないですね、そういえば鍵盤。